ドコモ PHS は NTT ドコモグループがかつて日本国内で行っていた PHS 事業を行う一部門サービスおよびそれらの通称である2005年4月30日をもって新規契約受付を止め2008年1月7日24時をもってサービス自体を終了した PHS 事業者グループとしてはアステルグループに次ぐ事業の廃止となったドコモに 事業移行前については、NTT パーソナルを確認のこと、NTT パーソナル時代に設置された小型基地局、NTT グループ内で、PHS 事業を担当していた。NTT パーソナルは、携帯電話事業者との競争などで伸び悩み、慢性的な赤字を抱えていた。抜本的な経営の見直しを行うため、1998年12月1日に、 NTT パーソナル各地域会社から NTT グループ内で同じ動体通信事業を行っていた NTT ドコモグループ各地域会社に PHS 事業の譲渡が行われた。NTT パーソナル時代に PHS を安価な携帯電話として販売を行った結果、多額な赤字や多くの解約者を出した反省を踏まえ、 NTT ドコモによる PHS 事業はこれまで主要な事業だった音声通話に主眼を置くよりも携帯電話事業と競合しない PHS ならではのメリットを活かす戦略を取った PHS 事業の譲り受けを受けた翌年1999年には PDC 方式携帯電話と PHS との複合端末であるドッっちもを発表 PHS の保管として 携帯電話を必要とする層の需要を狙った。また、当時としては携帯電話よりも高速かつ安価だった、データ通信や位置情報端末、パッセージと言われる PHS を使った、校内内線や家庭内内線などといった分野に力を入れていた。また需要を喚起するため、NTT ドコモの携帯電話ユーザーに、二代目として PHS をと、 携帯電話と PHS に回線所持者に手厚い、ファミリー割引などの優待施策も行っていた。また、携帯情報端末が全盛期だったため、PC カード型、コンパクトフラッシュ型のデータ通信カードの拡販や、OS に Windows CE などを搭載した自社ブランドの PDA も PHS 回線契約とのセットを前提で販売なども行い、 最盛期には2001年度末に192万契約を達成するなど、NTT パーソナルから1998年に譲り受けした際の契約数141万件と比較すると、一時期は収益を持ち直した時期もあった。しかし、同じ PHS 事業で競合する DDI ポケットが2001年6月より、定額データ通信サービスである AirH サービスを開始し、 サービスの競争力が低下。どこも PHS でも同じく定額データ通信サービスであるフリードを開始するものの劣勢を挽回するまでには至らず、次第にユーザーの前言傾向が続いていく。そして携帯電話市場の競争激化によるフォーマーへの資本集中の必要性や PHS 設備の改良、高速化に多大な費用がかかることから、 2005年、サービス終了の方針が決定された。なお、音楽配信対応やテレビ電話対応、腕時計型端末など、ホーマに非検衆るユニークなサービスや、端末も提供されていた。ドコモに経営移上した、翌年の1999年3月より、従来の3 2ロ b p s データ通信サービスに、加えて、 dhs 業者発の6 4キロ b p s データ通信サービスを開始した。当時、固定回線は ISDN 前線だったため、モバイルでも固定回線並みの速度が出せる6 4キロ b p s データ通信は注目を集めた。しかし、ddi ポケットが展開したような高出力基地局がもともと少なく、6 4キロ b p s データ通信には、 新たな基地局を必要としたため、32kbps データ通信しかできない地域が低波まで存在した。また、P、リンクステーション及び6 4 k ロ対応ホームアンテナでは6 4ロ b p s データ通信が可能だが、古いホームアンテナ経由では 32kbps データ通信しか利用できなかった。PHS の1回線は3 2ロ b p s であるため、 6 4ロ b p s の通信は2回線分を束ねることで行っている。そのため、電波状況の悪化や、ハンドオーバー先の基地局の状況により6 4ロ b p s を維持できなくなった場合に問題が生じる。どこも PHS では、6 4ロ b p s を維持できない場合には回線を切断していた。これを、6 4ロ b p s を保証するという意味で、ギャランティ方式という。 一方、ウィルコムでは 64kbps を維持できなくなると 32kbps に落として回線を維持する。これをベストエフォート方式というギャランティ方式は電波状況やハンドオーバー性能で劣るとされるドコモ PHS にとって不利な方式であり、一部の利用者からの不満の声も見られた。さらに基地局の遠隔バージョンアップができないことから、 定額データ通信の開始がウィルコムよりも遅れたが NTT 東日本 NTT 西日本の ISDN 回線利用料の割引が始まったことで2002年4月に準定額コース TPC を開始さらにドーマント方式をつけて2003年4月には完全定額データ通信フリードが実現したフリードは 基本的に従来の 64kbps データ通信と同じ方式だったため、本質的には同方式と同様の問題を抱えていた。しかし、競合相手のエアーエッジのパケット方式と比べた場合、ドコモ PHS ではパケット方式は提供しておらずすべて回線交換だったため、回線がつながっている限りデータの詰まりが起きず、速度も安定しており、 快適との評価もあった。フリードが開始以降は、ドコモ PHS の事業方針として、データ通信に特化するとされたため、音声通話サービスでは目立った動きは起こらなかった。なおドコモへの移管後も、年2種類程度の新機種が発売されていたが、音声端末は2003年のリスティモが最終機種となった。NTT パーソナル時代より、メールサービスとして、 パルディオ E メールサービスを行っていた。当初はパソコン利用のみだったが、1999年以降は対応端末も発売、送信文字数はモーバの i モードメールを上回っていた。フォーマーサービス先駆けて、マルチメディアサービス M ステージを行っていた。音楽配信サービスの M、ステージミュージック、動画配信サービスの M、ステージビジュアル、電子書籍配信サービスの M、 ステージブック等などである。ドコモが PHS 事業撤退を検討中との報道記事が2005年2月17日に日本経済新聞等に掲載。ドコモは一旦は撤退を否定する。しかし2月28日には撤退を検討中と発表した。その後、フリードを含めて新規契約の受付を2005年4月30日をもって終了。 2006年1月26日に2007年第3四半期を目途にサービス自体を終了すると発表した。そして2007年4月27日にサービス終了日を2008年1月7日とすることが発表され当日の24時にサービス終了した。2005年3月どこも PHS ユーザーに対してフォーマ及びモーバへの移行策が示され、 翌4月よりドコモの携帯電話への誘導音が始まった。特記以外は2005年3月にドコモより示された移行策である。その後、サービス終了時期を明示した2007年4月27日の発表で下記の施策が新たに加えられた。また、その時の会見で引き続き PHS を使いたいユーザーに関してウィルコムに案内することを検討していると発表された。 しかし、ドコモの携帯電話へ移行する際、以下の問題は避けられなかった。以上の点より、移行がスムーズにいくかどうかの問題もあった。2007年8月6日の発表で、ウィルコムへの移行が2007年9月1日より可能になることが発表された。この移行の際には、下記の優遇措置が取られた。同年12月10日をもって終了。従来より、パルディオのブランド名で展開してきたが、 CHTML ブラウザが搭載されるようになってからは、ブラウザフォンというブランドに移行した、PDC との複合端末である、ッチイモは、モーバの項目を参照のこと。331S2、NTT パーソナル端末のドコモブランドによる、リモデル 331P2、NTT パーソナル端末のドコモブランドによる、リモデル3 3 1 t 2 NTT パーソナル端末のドコモブランドによるリモデル 331N2。NTT パーソナル端末のドコモブランドによるリモデル 332S331S2 のストレート版 333PU 姿のフリップ端末として登場。551S2NTT パーソナル端末のドコモブランドによるリモデル。一部地域では未発売。 611S パルディオ 611S を参照のこと 621S、622S、E メールパルディオの相性がある 64kbps 対応でドコモ PHS では初の端末のみで E メール可能な機種 622S がストレートタイプ 621S はフリップタイプ 623p623n623p パルディオテラの相性がある。ハンドオーバーを高速化するクイックリンク機能をウィルコムやアステルに続き搭載することで移動時に基地局の切り替えがスムーズにできるようになった 631S622S をベースとした端末。ここだけプラン98契約に対応させた機種である。講述する四十二 s とともに現行機種三十二 p 5機の利用が可能な。 p-link 機能に対応した唯一の音声端末 p i n c o m p ラットなどの白ロ,ロムをこの機種の呼気とすることで一つの契約で音声端末と無線ダイヤルアップを利用するというブルートゥースのような使い方も可能コアなモバイルユーザーに人気があった 641ss641sf ブラウザホン 641s を参照のこと 641P、641P2 64、登場時期が遅く、また性能的に以前の機種と大きく変わらなかったので、あまり人気が出なかった。641P2 の場合は、東北など発売されていない地域もある。642S ブラウザホン 642S を参照のこと。633S ブラウザホン 633S を参照のこと。 ピッカック SH712 メートル SH712 メートル音楽配信サービス M ステージミュージック対応端末第2弾メモリースティック搭載 641SS の背面をメモリースティックスロット分だけ厚くしたような端末ラーカック P751V ラーカック P751V を参照のことリスティモリスティモを参照のこと 上記歴代機種において、ドコモが展開した PHS エリアを利用する、公衆モード以外に次の通話モードも一貫して、提供された。これは、PHS 規格が本来持っていた、多目的な設計思想を堅持したものであり、ドコモ PHS 音声端末の特徴である。中央、モバイルカード P イン左上、P インコンプカラット右下、P イン M スター右上、P、 インフリー 1S 左下、P、インフリーに p w l モバイルカード PIN 初めて発売されたデータ通信端末、PC カードタイプ、2サイズ、P、インコンプカラット CF カードタイプ、2サイズ、それ以外の機能は PIN と同じ、p i ン m スター携帯電話と接続して通信することができる、イヤホンマイク接続のためのアダプタの接続により、パソコンや PDA 経由で、 音声通話も可能。また、5V に対応。それ以外の機能は、p i n c o m p c a ト a t と同じ。P-in-memory16MB のフラッシュメモリーを搭載。CF カードタイプ、type, i サイズ。それ以外の機能は、p i n c o m p c a ト a t と同じ。P-in-free1S フリード対応端末。それ以外の機能は、P-in-M star と同じ。p i n m r インフリー 1P フリード対応端末。CF カードタイプ、i サイズ。ホームステーション、オフィスステーションには、未対応。それ以外の機能は、P、インコンプカラットと同じ。P、インフリーに p w l フリード対応端末。CF カードタイプ、2サイズ。無線 LAN 対応。それ以外の機能は、P、インフリー 1P と同じ。ピッカック P711 メートル M。 ステージミュージック対応端末第1弾、SD カードスロット搭載、音声通話機能はなく、音楽のダウンロードと再生に特化している。そのため、数字キーはなく、音楽プレイヤーに、アンテナがついたような独特の形状。P、リンクステーション G4 とカシオ製2000年エギー、シャープ製2000年カラーブラウザボードシチズン製2001年、NTT パーソナル時代の製品は除く。 ホームアンテナはマイナス 3S 電波を中継し電波が届きにくい屋内でも利用を可能にする。電波の弱さをカバーするため、太陽と消子実質無料配布されていたケースが多い。P、リンクステーション基本的にはホームアンテナだが 632P と同様、P リンク機能の親機となることができる。ホームステーション9百0 3 u 2固定電話機とモジュラージャックの間に設置し、 固定電話の呼気として PHS を使えるようにする。機種変更。解約済みの PHS 端末も呼気として使い続けることができる。一部の固定電話機や ISDN、ターミナルアダプタにも同様の機能を持つものがある。パルディオデータカード DC-6S64Kbps、ダイオデータカード、付属ケーブルの違いにより、フォーポールディオと、高読セモがある。 モバイルカード d ュ PHS、PDC に対応したデータカード。モバイルカードトリプレックス、NPHS、PDC、ドパに対応したデータカード。また、CF 型データ通信カードとの接続を想定したユニークなモバイル端末も多数提供された。シグマリオン、シグマリオン2、シグマリオン 3NEC 製のハンドホールド、PC 端末。無印は、 ハンドホールド PC プロ2はハンドホールド PC2000。共にゼロハリバートンデザインの筐体が特徴。3は Windows CE ネット4.1ベースの独自プラットフォームで CF と SD カードのダブルスロット。G4 とミューズはカシオ製のポーコトプック端末。G4 とはポケット PC。ミューズは,はポケット PC2002。エギー i ャープ製。 標端型の動画対応デジタルカメラ、P、インコンプカラットなどを接続して、ウェブブラウズや画像の送信、映像配信サービス M、ステージビジュアルの利用が可能、タッチパネルを採用、ブラウザボード、カラーブラウザボードメールウェブ専用端末。前者は、シャープのコミュニケーションパルの OEM、シグマリオン3以外の端末は、拡張スロットが CF スロット一つしかなく、 データ通信カードとメモリカードを併用することができないため、それを補うために p インメモリーが存在した。以下はすべて廃止時点のものである。特殊なプランは省略。下記いずれのプランでも 64kbps データ通信が可能。電力系通信事業者の ISDN、ベライゾンジャパン宛てに通話する場合は、 通常のアクセスチャージ分を含め21円が1、通話に加算される。なお、プラン135は本来、アクセスチャージは加算されないが、上記事業者宛に通話した場合は、アクセスチャージとして、別途21円が1通話に加算される。プラン270月額2700円。無料分なし。ドコモ PHS の基準となるプラン。お話プラス L 月額4200円。 無料分2200円分。音声通話、データ通信料金は、プラン270と同等、プラン198月額1980円、無料分なし。音声通話、データ通信料金は、プラン270の1.5倍、プラン198デーライト月額1980円、無料分なし。音声通話、データ通信料金は昼間は、プラン270と同等、 夜間は2倍。お話、プラス月額1980円。無料分1000円分。音声通話、データ通信料金は、プラン270の2.5倍。プラン135月額1350円。無料分なし。音声通話、データ通信料金は18秒10円固定。通常の音声通話が可能なプランとしては、基本料金が最も安く、愛用者も多い。 どこも携帯電話とのファミリー割引を目的に、このプランで契約して試乗している人も多かった。データ通信は、モペラを使った方が安い。データプラス月額1980円。1000円分の無料通話分付き。音声通話料金は、プラン270の3倍。データ通信料金は同等。ここだけ、プラン98月額980円。通話先を3箇所に限定したプラン。 利用には 631S が必須。通話、通信料金はプラン270と同じ。フリードアットフリードを参照。データ通信向けのオプション。データ料金プラン会後5時間まで通信可能。月額1900円。プラン270のオプション。PPC1010 時間まで通信可能。月額2500円。データプラスのオプション。 PPC2020、e、時間まで通信可能。月額3200円。データプラスのオプション。モペラ申し込み不要。ISP 不要。全国共通番号のダイヤルアップ接続サービス。60秒15円。ありがとうございます。